皆さん、こんにちは。3週間くらいチャンネル登録者数が全く増えなかったので、もう YouTube を卒業しようかと思っていたのですが、7月7日からまた増えてきました。もしかして、都知事選でそれどころではなかったのでしょうか。さて、今日は、サムネイルについてのお話です。皆さんはこの画像を背景にしたサムネイルと、この画像を背景にしたサムネイルのどちらをクリックするでしょうか。まあ、取り上げているモッドは違いますが、こちらの方を選ぶ方が5倍くらいですね。もちろん、ありがたいリピーターの方はこちらでも見ていただけるのですが、私が釣りサムネに使っているのは、ステーブルディフュージョンですが、まあ、簡単に美化することはできるのですが、字幕は宇宙語になってしまいますが、ちょっと実際にやってみましょう。今回はテキストではなくイメージから AI イラストを作っています。イメージ2イメージというタブを使います。スタイルとして、プロンプトに共通の高画質化の単語、ネガティブプロンプトに指がたくさん生えてきたり白黒になったりしないようにする単語をまとめていつも使っています。それ以外は入れていません。今回は、このデノイジングストレングスをいじって元の画像がどう変わるのかを見て遊ぶという企画です。デノイジングストレングスが0に近いほど元画像に忠実になり、1に近いほど AI の独創性が発揮されることになります。0.5 にした状態から0に戻して生成してみます。0なので元の画像とほぼ同じです。これに、A ディテイラーという顔の崩れだけを修正する機能を有効にして生成したのが、先ほどの顔だけ綺麗バージョンになります。3パターン作りましたが、髪が微妙に違いますね。ということで、A ディテイラーが有効の状態でデノイジングストレングスを 0.01 ずつ上げていってみたいと思います。0.5 まではあまり変わらないので 0.5 から始めます。AI の暴走はどの辺から始まるのでしょうか。ブーム。服がもうかなり変わってしまっていますね。独自の背景の建物も考え出していますね。それよりいつポロリするかが怖い。ブーム。この企画は失敗だったのかもしれない。ということで、0.55 までスキップしました。黒い字幕の部分に独自の解釈が加えられ始めましたね。もはや、字幕の部分も完全に無視されてきましたね。もはや、元絵がどういうのだったか思い出せませんね。ファンタジー。ついに来たー。3枚ずつしか作ってないからもっと枚数作ればもっと早い段階できたかも。あかーん、怒られるやつ。静止画だとモザイクかけやすいな。どういう想像力であの画像がこうなるんや。ああ、ポロリは面倒くさいからやめてほしい。
ママはあなたをこんな子に育てた覚えはありません。デノイジングストレングスの初期値は 0.75 ですが、本当にそれでいいのか。2箇所にモザイクやめれ。もう、完全に12秒こじらしとるぞ。俺のせいじゃない。画像を AI に学習させたやつが悪いんじゃ。もう飽きてきたから 0.8 まで飛ばすけど、片方だけポロリさせやがって。う、ま、2箇所はやめれって言ってるだろうが。もう元の面影はないな。馬だし。それに、何のウォーリアーだい。確認ですが、私はプロンプトでは高画質化の指示しかしてませんからね。デノイジングストレングス 1.0 だけは10枚作りましたよ。あと、途中でも意味不明の画像が出てきましたが、そういうのは省きました。果たして、人類は AI の暴走を止めることはできるのだろうか。いろいろと考えさせられる企画だったな。ああ、YouTube にバンされなければいいが。ああ、チャンネル登録者増えないかな。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。